ここめちゃくちゃ大胆なショートカットができます。まあ、まずねここ土管入ります。ここにね1番目のね、まあ、10コインがあるんで、この10コイン取って進んでいきます。で次は2番目の10コインのとこを目指します。まあここね、まあ、飛んでね、こう一気にもう飛んでここまで行って、これをもう起動させてここ入っていきます。でここにね2枚目の10コイン、ここ地味にむずい。このなんかジャンプ力高くなるやつ使わないと、なんかこのなんかこの1の足場までたどり着けなかった。なぜか分かりませんけど、なんかいい方法あるかもしれないけど、僕はちょっとなんか分かんなかったな。で中間ですね。でここからですね、あれ大幅ショートカット、ここでまずこの雲を奪います。でこの雲を奪って、まあとりあえずここワンダーフラワーバーンまでショートカットと、とりあえずね、まだあるんですよ大幅ショートカット。ワンダーフラワーがねこの辺りにあるんで、このキラキラ追っかけていったら素早く取れます。でまたねショートカットあるんで、こいつを、こいつ画面ちゃんと真ん中に来るのを待って踏まないと、なんか踏めないんですよ、画面に沿って移動するんで。でここでまたそうね、こう次ゲーム使って大幅ショートカットしていきます。10コイン2枚目取って、であと進んでいく。この辺敵も避けつつ進んで、待ってよ、おお危ない危ないよーし。でまたこう水管型で使ってゴールです。